自分の目とかだけでは見えない世界を切り取れるところが写真と映像のいいところで、やっぱり見えない視点とか見えない角度、そこから見る人にとって気づきが生まれるといいなというマインドで映像や写真を撮ってます。今回の作品自体は今と過去を描こうとしてます。で、街では今現在の姿っていうのを描いていて、海は思い出、過去の姿っていうのを描こうとしました。街の方は本当無機質に描きたかったので、フィルターワークとかはしてないんですけれども、海の方ではそのブラックミストを使用して淡い雰囲気とか思い出の雰囲気っていうのを作り出そうとしてます。まあ、夕日のシーンを狙って刻一刻と光が変わっていく中で、ちょっとでもロスを減らしたいんですね。レンズに対してはねじ込み式なんですけれども、例えばその ND でもっと絞りたいっていう場面とか、ブラックミストをつけたいっていう場面では、ベースのフィルターにワンタッチで重ね付けするだけでどんどんフィルターを増やしていけるっていうのが本当に使いやすいんです。で、このフィルターのいいところは、可変 ND って割とその色かぶりが起こりやすいんですけども、全然ほとんど色かぶりなくて無段階で調整できるので、 1.5 段落としとか 2.5 段落としとかっていう風に絶妙な本当に調整ができるところがいいなと思います。もともとその自分の中のマインドとしてある考え方とかっていうのを、なんか作品として発信していきたいなっていうのが夢というか、まあ、やりたいことかなと思います。